今風で飛ばされないラピスというやつを延長で買いました。トラックを借りましてお家まで持ってきます。延長って便利だな。とりあえず2階まで担ぎ上げました。ちょっと先にトラック返し行こう。あれ落としちゃった。トラック便利ね、やっぱり。よいしょ。いつかお金持ちになったら俺も仕事用のトラック欲しいな。このぐらいのちっちゃいトラック、ケットラみたいので十分なんですけどね。だいぶいい感じになってきました。結局もう一周ぐるぐるですね。全部巻いちゃいました。いや逆光で映んない。そしてオイセンベリーを絡ませて、ちょっと鉢植えを整理しましたね。レモンを一番端っこに寄せました。もう実ができないので、でレモンでブルーベリーで、ボイセンベリー。よし。でボイセンベリーは全部這わせて、で芽が出たビワちゃんとかこの辺に、あとはしおれちゃったネギとかね。まいっちゃうな。まああと大葉。大葉と三つ葉をどこに置こうかな。とりあえず今ここに置いてあるんですけど、あネギダメになっちゃったかな。食っちゃおうか。もうここにもネギがね今植えてあるんですよ。でこれかぼちゃを植えてあったやつなんですけど、今伐採しまして、そうかぼちゃを植えるときにニンニク植えたんですよね。これニンニクの芽今出てる芽が、そうだったそうだった。今度はニンニクができるのを楽しみにしましょう。そして植え替えたビワと、でこれねジャガイモシャン、ジャガイモシャンが出てきましたよ。どこだっけ、もう一個あったよね。ここでしたね。ここにもジャガイモさんが。いや結局ベランダの修理で一日終わっちゃいましたね。でもいいか、快適そうじゃないか。空もいっぱい見えます。まあ休日なんてこんなもんさ。いえ、ではでは休日を楽しみますか。だいぶ日が暮れてきちゃったな。大葉ほじそうになってきちゃったな。そろそろか。